寄ってきた。始めますって言ったら、ここに猫乗せたな、悪役みたいにこうやってやりながら喋ります。じゃあ今日はレンジコントロールのお話を社長さんにお伺いしたいんですけど、はい、まずその社長さんがいろんな魚釣りされた経験から、うんうん、まあ、レンジコントロールの重要性というのをまずちょっと教えていただけないでしょうか。ね、レンジコントロールの大事さって魚釣る上で大事な5つの要素があるんですけど、もう絶対的に大事なのが場所、次に棚、これ魚がいる棚であることもあるし食べる棚っていう意味で使うこともあるんですけど、まあ、2つ目は棚、レンジですよね。で3つ目にアプローチ、その魚に対して自分が、まあ、考える部分ですね。どんな状態なのかな、でどうしようかな、でどうしようかなっていうのをこなすためのルアーっていうのが4つ目。そう、深海魚トップじゃ釣れないじゃないです か, だからそこにある程度入るっていうか、まあそれができるルアーを選んで、最後に色なんですけど、そのレンジっていうのは2つ目に大事なんですよね。だからめっちゃ大事、場所の次に大事で、いるとこと、まあ、食うとこが違う時も多々あるよっていうのは覚えておいてもらった上で、その一定に巻けないと派生もできないし、一定に巻くっていうのがもうそれだけですごいストロングだったりもするんですよね。例えば俺が釣ってるでっかい魚って結構何人もただ巻くだけとか、ただフォールするだけ、これっていうのは多分でっかい魚がほど余計なことを嫌がるんだと思うんですよね。まあ当然違う釣りもいっぱいあるんですけど、自分が釣ってて多いのはでっかい魚ね。特に50アップなんかだと、まあ、巻くだけ落とすだけが飛び抜けて多いんですよ、数が。他のでも当然釣るけど、なんでその一定のレンジを巻き続けるっていうのを覚えると、当然ランカー率も上がるし、で自分がやってることが理解できるようになるんですよ、だんだん。でそれが分かると、その状況判断も早くなるし、トータルの数は絶対に上がっていくと思います。いろんな場面で、はい、有効性っていうのを感じた時っていうのはどういう時が、とにかくね、まずまあ、横に引いてくる釣り、当然レンジコントロールで、例えばカバー打つのでもそうなんですけど、これだんだん落としていくとかね、それは一旦置いといて、今回は横に引く釣り、それにまあ鍵って言っちゃうと、その何でも釣れる時もあるんですよ。でもしんどい時ほどね、やっぱ選ぶんですよ。ボトムから浮いたら食わないとか、まあトップなんかはね強めなんで巻いてればこうウェイクだったり羽だったりの来てくれるんでやりやすいんですけど、その何て言うかな、水面とボトム以外の中層の横をしっかり引く釣りって結構魚が残ってるイメージかな。だから缶釣りもそうだし、当然海もそうだし、まあ、真冬なんかでも結構あるんですけど、上下してくれない時っていうのは魚が。こう上に浮いて食うとか下がって食うとかじゃなくて、レンジがある程度固定されちゃう時があって、他の釣りでもバスでもそうなんですけど、そっから例えば今冬の三島港でこれインタビューやってるんですけど、フラットに魚が入ってたするでしょ、そこ真フラット後ろフラットなんですけど、今真上からやっちゃうと結局誘えるのって足元になっちゃうじゃないですか。で投げれば横に当然引けるんですけど、距離投げれば投げるほどラインが斜めになるじゃないですか。でコントロールさえできれば長く引けるんですよ。もうすごい単純な話。ただそこでレンジをちゃんとコントロールできないと、投げた分浮いちゃったりとか、やりたいレンジより下入っちゃったりってなると、シビアな時はやっぱ差が出ちゃうんですよね、うん、とあとね、最近ライブスコープ導入して見てて思うのが、カバーとかあるでしょ、カバーの周りにバスいるんですよ。でもコンタクトするとこれ食わないとか結構あって、コンタクトした方が食うやつも当然いるんですけど、当てると食わない人たちもいるんですよ。これってじゃあどうするかって言ったら、
木の高さが例えば下から2メーターだとするじゃないですか。木に当てないようにするには2メーター下から2メーターより上を引かなきゃいけないでしょ。これ当てちゃったらもう食わないっていうのも結構見てて映像であるんで、それだけでももうやっぱ大事だし、まあ、逆に言うとね、今暴走ってめちゃくちゃ上手い人たちいっぱいいるでしょ。上手い人がいすぎてカバーにねコンタクトさせようとすると、まあ、パワーフィネス人にもう手だれしかいないんですよ。あれを絡めて釣ろうってなったり。で、周辺で絡めちゃダメな魚って意外と、なんていうかな、手つかずだったりするんですよね。で、それって、そのカバーに触んないけど、近くをちゃんとやらなきゃいけないから、その、自分のルアーさえちゃんとコントロールできれば意外とちょろく食ってくれる子が残ってますよ。巻き続けることで釣れる魚っていうのは。で、これってもう練習しないとダメなんですよ。できないから。当然投げて距離でも違うし、遠く投げたら投げただけ糸浮いてるでしょ。で、遠く投げて巻くときと近く投げた巻くときって浮き角度って全然違うんですよ。どんぐらい浮いちゃうかとか。で、それって自分で覚えなきゃいけなくて、練習するしかないんですよ。ただ練習方法はそんな難しくないし。ただ覚えたらリターンは相当でかいと思います。これ多分、今ね、みんなこれ見てくれてる人らが他の動画も見てると思うんですよ。で、その人たちよりはバスの歴は長くないと思うんですよね。バスに使ってる時間も短いけど、それなりに俺が魚釣れるのは、そのトラウトとか他の魚種でやってきたレンジのコントロールがちゃんとできる。ちゃんとできるって、まあ他の人ができてないわけじゃないんですよ。ただ、そういう視点で釣りをしてるから、残ってる魚が拾えてるっていう感じだと思うんですけどね。セミナーで、プライムのセミナーで、奥田さんにアラバマのお話を聞いたりとか、はい、津軽さんにスピナーベイトの待ち方聞いたりしてたんですけど、やっぱり口を揃えてそのレンジコントロール一定の層を、はい、一定の速度で巻くのが有効だって言われるんですけど、なかなか簡単そうですごく難しいと思うんですよね、はいはい、それってどうやって学べばいいんですか。それはね、まずある程度道具固定した方がいいです。じゃないと分かんないですよ。これ糸の太さでも全然沈むスピードって変わっちゃうし、あのギアヒジがウリウリやったら巻き感も変わっちゃうでしょ。で、使う、例えば、じゃあジグスト覚えますでもいいし、スピナーベイトで覚えようでもいいんですよ。自分のね、フィールドで、その、これなら釣れるかなってやつで覚えればいいんですよ。ただ、ウェイト、糸の太さとかは、ある程度ね、固定でまずは練習した方がいい。魚釣るっていうのは一旦横に置いといて、自分がそのルアーをコントロールするっていうのを覚えないと、何もできないんですよ。まず一定に負けてるのかわかんないでしょ。それもわかんなくなっちゃうから、道具を固定して、で、練習する。で、やり方としてはね、まあ、スピナーベイとかジグが最初覚えやすいと思うんですよ。引っかかりづらいし、魚が釣れて。で、まあ、沈むもんなんで、自分で任意のところで引いてこれるじゃないですか。で、俺はね、ゆっくり使えるやつの方が、覚えやすいと思います。で、ね、よく深いから重くするとか、そういうのも聞くんですけど、あれ、まず大前提が、重さはスピードなんですよ。重たいものって早く引けるでしょ。軽いものっていうのはゆっくり引けるんですよ。だから別に深かろうが、ゆっくり使いたいなら当然軽くなるし、浅かろうが、早く引きたいなら重たくなるんですよ。これをまず勘違いしないで、その中でもまあ、スローめを選ぶっていうのが最初練習する上ではやりやすいかなと思います。なんでかっていうと、まあ重い方がそこ取りやすいじゃんとか、当然あるとは思うんですけど、重いものって早く沈んじゃうでしょ。で、結構早く巻かなきゃいけなくなる。よりは、遅い方が猶予があるっていうのかな、この誘いに対して。例えばじゃあジグストやりますよってこう横に引いてくるときに、
速いやつってちょっとスピードを遅くしたらもう1メーター2メータースコーンって入っちゃうかもしれないし、なんかゆっくり沈むものだったら、あ、ちょっと下がっちゃったって直せるでしょ。持ち直せるから。まあ軽め。まあざっとこの辺で覚えたらみたいなのはつけては来てるんで、後で見てもらうんですけど、で、糸はね、あんまり俺は細くしないです。これさっき言った、その、ルアーをゆっくり使いたいっていうのもあるんですけど、その、スローに誘うのに、糸細くすると、やっぱ落ちちゃうでしょ。よりは太い糸で重たいものをゆっくり使った方が魚もでっかくなったりしますしね。あのダムとかだったらまあそれなり深いとことか、この間ツフロ行った時とかもね、あそこ深いじゃないですか。20〜30メーターの水深の5〜6とかに平気でビュンビュン泳いでるでしょ。あのブラックバスさんたちって別に何に障害物につくわけじゃなく。交流についてるのかなみたいな感じで、シーバスみたいな言い方するんですけど、その、何にも当てない状態で5メーターやれって言われた時に、これカウントダウンしかないじゃないですか。で、今、引けてるかどうかと。で、やってる間に沈んでっちゃってるとかだと、もう、そもそものやってるレンジがずれちゃったりもするでしょ。だから自分がやってることを分かんないとダメ。あんまりタックルは変えない。慣れたら変えればいい。タックルが増えるときっていうのは、その自分の幅が広がっていくときだから。幅がないのに道具増やすとね、とっちらかるんですよ。わかんなくなっちゃう。まず一個ベースを作って、あ、これより早い展開とか遅い展開っていうのが自分でできるようになって初めて道具って増えていくんです。まず一個ベースタックルを作りましょうっていう話。で、練習方法は、まずその、何でもいいんですよ。自分が釣れそうなやつで覚えてもらうんですけど、あの、自分のルアーが1メーター沈むのに、例えば何秒かかるっていうのをまずは知る。で、それを知ることで、地形も、まあ、ざっとわかるじゃないですか。3秒1メーターだったら、2メーターなら6秒になるし、3メーターなら9秒じゃないですか。で、その3メーターのところに投げました。で、地形把握してもいいし、練習するんだったら、コントロールはまずフラットな場所でやった方が覚えやすいですけどね。そこがこんな起伏に飛んでたらちょっと練習しづらいんですけど、あのある程度フラットな場所で投げて、その巻いてきた時に10回巻いた時に1回止めてみたらいいんですよ。そしたらさっき3秒で1メーターって言ったじゃないですか。キャストしてフラットの状態で10回巻くアクションしながら巻きました。まあ、スピナベだったらそのまま巻いてもいいですけど、10回巻いた時に、次にボトムにつくのが何秒なのか。これ3秒だったら、そこから1メーター浮いてるんですよね。で、キープしたいんだったら、まあ、できたら1秒とか以内につくぐらい。そしたら誤差30センチだし。2秒以内だったらね、60センチぐらいだなっていう。ざっとでいいんですけど。で、自分のルアーがまず一定に引けるようになったら、その時の引き感を覚えておく。巻き感ね。じゃあリール、これ1、2とか、その、リールを秒数で覚えちゃうと、リール回転のね。これ流れとかで全然変わってくるもんなんで、距離とかで。引き感で覚える。で、あ、これキープするプルプル感だっていうのが分かったら、それより強く巻いたら、当然上昇の軌道になるでしょ。上に上がってくるんですよ、ルアーが。で、その、キープするスピードよりも、ゆっくり巻いたら、カーブホールみたいになってるでしょ、下にスーッと。で、それが使えると、この魚の状態もわかるようになってくるんですよね。考え方として、魚にルアーが近寄ってって食ってくれるのは活性高い時。っていうか、割と、魚が食べたいなと思ってくれてる時。で、ニュートラルになればなるほど、やっぱ魚から逃がさなきゃいけないんですよ。逃げていく動きね。はって。今食わなきゃって思わせるための軌道っていうのが、例えば、まあ、ボトムに逃げるでもそうだし、水面に逃げるでもそうだし、魚から、まあ、逃がしつつ、今なら食えるよっていう瞬間を使う。で、その間を作るにも、まずは一定に巻けてないと、すべてが始まらないし、まず一定巻きは、マスターした方がいいと。その自分ができてるかどうかがなんか分かんないなと思ってたんですけど、うんうんうん、そのやり方なら確かに反復だから数える。
で、そのズレが少なければ少ないほど、やっぱり精度高くやれてるってことなんです。自分なんかだと、これスモラバ、今、1.3 グラムに、シュリンプの3インチ。これ、秋中層やるのにすごい釣れるんですけど、まあ、ボトム取るんだったら、例えばディトレーターみたいなちっちゃくしちゃってもいいし。だこれって、シュリンプの3インチって、まあ、具が割とでかいじゃないですか。扁平で。だゆっくり沈んでくれるんです。ただ軽くするんじゃなくて、ある程度ボリュームのあるトレーラーでゆっくりこう使える。そうすると、まあコントロールは当然しやすいですよね。この30、うん、ボトムからちょっと浮いてなきゃ食わないですよってあったとするじゃないですか。ボトムからちょっとでいいんで。で、ここで、ふわふわしてるものが仮に釣れますっていう日があったとするなら、早いとシュッていっちゃうでしょ。遅いとずっとここふわふわできるでしょ。遅いから多少ミスっても。なんで、遅いのでちょっと練習した方がやりやすいっていう言い方ですかね。まあ、あと釣れるしね、このセットは。三島湖は超。もっなんか軽いのにしちゃうと、なんか自分でやると多分すぐ浮いちゃって、なんか余計わけがわかんなくなってしまいそうなんですけど。それはさっきの練習方法で投げて、ボトム取って、あ、こんぐらい浮くんだって理解するところから始まるんですよ、釣りは。これまあ適当ですけど、これ1メーターぐらい今垂らしがあるでしょ。これが水についてここ、これが例えばね、スッて沈めてって糸がピンって張ったら今1メーターぐらい沈んだってことじゃないですか。ゆっくりこの分沈むのに、これを要は何秒かかるかって話なんですよ、まずは。これで1、2、3、4、5秒ぐらい。で、今のこの設定だと1メーター沈むのに5秒ですよって話になったわけじゃないですか。ただ、投げます。で、1、2、3、4、5、6、8秒。8秒だから、だいたい20、1秒で20センチでしょ？今着水した場所が8秒だったんで、1メーター60センチぐらいのところに着きましたよっていうのがわかるじゃないですか。そっからこう、まあ誘ってくるわけですよ。なるべく同じテンションをかけながら、まあ今軽く竿を振ってますけど、で、ある程度こう巻いてきたら、同じペースでね、止めてみる。今のペースだったらじゃあ浮かないんだなっていうのがわかるじゃないですか。ずっとそこ突きっぱなしだったんで。まあこれがフラットだったらですよ。で、じゃあもうちょっと早くしてみようって、また引いてきて、さっきより若干テンションかけて巻いてるんですけど。で、この場合って沈むのに、3、4、5秒かかったでしょ。1メーター分今ぐらいにすると浮くんだなっていうのがわかるじゃないですか。あとはもうひたすら慣れ、一定レンジ引けるようになるには、まあ誤差1秒以内ぐらいがいいですよね。まあ、多少ずれちゃってもいいんですけどね、本当はこう長い距離をかけてだんだん浮いてくるぐらいだったら大丈夫なんで、ある程度誘ってきた時にキープできてるのかどうかをチェックするのは、止める1、2で、今まあ2秒なんで40センチぐらい浮いてるなっていうのが分かると、これをなるべくズレを減らしていくのが最初の目標ですよね。これができると一定のラインをずっとこう泳がせられてるっていうことになるんで、でこれができるようになると土中層でこのスイミングの釣りができるようになるんですよ。ジグストにしろ、まあ、ミドストとかもそうだし、これがね、ライン角度が変わるんですよ。結局竿をこう投げた後に、竿を投げるっていうかルアー投げて竿を上に構えた場合っていうのはすごい高いところから引っ張るようになるじゃないですか。浮きやすくはなるですよね。で、当然下げてた方がルアーって浮き上がりづらいんで、まあ、目安ですけど、ある程度下目やりたいときは俺は差を下げてやっちゃいますよね。
例えば移動距離、まあ、このラインが上から来るんで上に引っ張る、引っ張りたいんだったら当然上からやりますけど、その場合っていうのは当然マックスピード少し遅くしないと浮き上がりやすくなるん でさっきも言ったんですけど、最初ってこの感覚で覚えなきゃいけないんですよ。これぐらい振ってるとこんぐらい動いてるんだなっていうのを。でそれを例えばフロロでやったりナイロンでやったり P でやったりと、まあどれでやってもいいんですけど、コロコロ変えない、覚えるまでは。覚えてそれから違うことをしたいがために道具のセッティングを変えるのはありだと思うんですよ。例えば自分なんかだと結構遅めに使いたいからその P にしてる。で当然フロロカーボンって沈むじゃないですか。ナイロンとか P って浮くんですよ。だからラインの軌道がこう入るでしょ。フロロってこう割と下に入ってくるんで、で下這わせるとかだったらフロロでもいいんですけど、中層で動かし続けるとき結構俺はこの P でやるのが好き。飛ぶしリーダーだけ強くしたりできるじゃないですか。だからフロあの P でやってることも多いですけど、でこれは当然スピナーベイトとか他の巻物でも一緒なんですよね。引き感を覚える。だ一個一個ね武器を増やした方がいいですよ。ちゃんとルアーを自分のコントロール下に置いてどうなってるのかを知る。で思った通りの軌道とかコースを泳がせられることができて初めて状況の判断もできるんで、すごく大事。まあ俺調べなんで、俺より上手い人がそれ違うよっていうのがあったら俺に教えてほしいんですけど、今んとこの俺調べね、俺調べでこういう色ついてるとこ、まあ三島もそうだし豊富さんもそうだ、この辺はね大体、まあ、ノーザンだったら3メーターぐらいかなにでっかいのがいがちベースね。何かあってそれが雨降ったとかその産卵絡みで浅いのに突っ込むとかいうのは別とするなら、ベースのラインって多分3なんですよ三島とかはね。でこれがもうちょっとクリアウォーターになって水がすごいクリアで太陽の光がもうちょい入りますよっていうとこだったら、もっと6とか7とかに全然でかいの活動してるし、あとエアレーションってあるじゃないですか、津久井湖とか相模湖とか、あと関西のダム行くとよくあるなんかブクブクしてるの、あれがあるとこだとねさらに深いとこまででっかいやつがいるんですけど、でまあここで言うなら三島湖ね、三島で言うなら3っていうのが一応でっかい魚のベースのレンジにあって、それをまあ横にやってもいいし、まあ前初めてねマシモさんと出た時ってハンツのホールの釣りででかいの結構釣れたじゃないですか、ゴーゴーとか、あれなんかはその3にいる魚がまあお昼とか日中ですよね、太陽が一番上まで上がった瞬間にその回遊ルート上にある浮き物ゴミとかね流木とかでもいいんですけど、それの下にドンって浮いてるんですよ。であの時ってその8分の1オンスで12ポンドフロロ12ポンドで12秒カウントしてくださいって言ってたじゃないですか。あついてはそのあれこそ 3秒1メートルなんですよね。でその一番熱いのは9のとこなんですけど、まあ、活性高ければ浮いてきても食うし、だから6で食うこともあるし、下に追っかける部分もあるから4メーターまではチェックするっていうので12秒何もせず落とすっていう釣りだったじゃないですか。それが今度まあ雨とかをそれなんていうかな、まあ、三島の場合雨ですね。で豊洲晴れてても出るんですけど、朝夕とか試合の方が大事で、そのでカメに関しては晴れてた方が俺は釣れるなと思ってるんですけど、その NZ ね、 NZ やる時なんかはそのでっかいのがいるライン上をやっていくんですけど、その3から浮いてくるイメージだからあんだけでかいものを使うんですよっていう。岸打つことなかったでしょあの釣りも。あれっていうのは結局そのある程度魚と距離があった上で気づいてもらうための NZ な。だもともと魚と距離が近い時はあんなにでかいのは結構いかついんでね、選ぶやつもいるからはあんま投げないかなっていう考え方ですよね。
で当然その3を横でやる釣りなんかをやりたいってなったらジグストが出てきたりとかで、どんな状態かでルアーも変えていくわけですけど、あのていうかね、いるレンジと食うレンジが必ずしも一緒ではないっていうのは覚えておいた方がいいですね。で3人魚がいるよとは言いましたけど、 NZ でその魚は釣れるし、目の前に落とすんだったらバレないようにあまり大きくない半釣でやりたいわけですよ。で状態が例えばすげえ食べたいぜっていう時だったらスイムジグとかでもいいしね、ダンクルもいいし、その状態で使い分ける。で末期ね、一番釣れない時はまああれかな、マグナムスプーン系で張って食わすか、あとはジャークベイト、春なんかだとね愛知でやることが多いですかね。それも春でもちょっと風吹いてたりするんだったらチビアダ、チビアダちょっとスイングするじゃないですか。で本当無風とか何もないさらっとしてる時だったらビローラ、あれも一定引きですけどね、ずっと巻き続ける、余計なことしない。余計なことするのはまっすぐ巻いて食わん時だけです。まあ今見てもらった感じで練習してもらえれば、ある程度こうレンジのコントロールとか自分がやってることのイメージっていうのがつくようになると思うんで、皆さんも近道はありませんが頑張ってみてください。見返りは割とでかいです。それでは。